道内では今朝も厳しい冷え込みとなっています。道東の標茶町では最低気温がマイナス27度を下回りました。昨夜から晴れていた道東では放射冷却の影響で特に冷え込み、標茶町ではマイナス 27.3 度と道内で最も低い気温を観測しました。遠軽町の生田原や釧路の阿寒湖畔でもマイナス26度を下回り、この冬一番の寒さとなっています。寒い、標茶一番寒いもん。寒いですよ、やっぱり。でもこのぐらい寒さに負けてられないから。札幌の今朝の最低気温もマイナス 11.4 度と厳しい冷え込みとなりました。日中もマイナス5度前後までしか上がらない予想で、17日連続の真冬日になる見通しです。